今の言葉で言うバリバリの陰キャでずっとゲームしかしないみたいな今はこういう図形を操ってありがとうっていう気持ち、言葉だとか感想だとか、一番ダイレクトに多分いただける仕事なんじゃないかなこれから8時間目の授業を始めます。始めます。元教師イズミンの仕事図鑑。このコーナーではですね、さまざまな職業の方をゲストに呼んで、その方とね、まあ、小学校時代の思い出だったり、そのお仕事について楽しく深掘っていくコーナーとなっております。それでは早速ですね、お呼びしたいと思います。それではどうぞ。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。職業は何ですか？パフォーマーと動画クリエイターをやっています。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲストはパフォーマークリエイターとして活躍されている大岡さんです。はい、よろしくお願いします。あ、嬉しい、よろしくお願いします。まあ、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、大岡と申します。人生を謳歌する、青春を謳歌するの漢字の大岡という名前でパフォーマーをやらせていただいております。でこれまでですね、22カ国、まあ、中国だったりアメリカだったりフランスだったりドイツだったり、いろんな国から招待いただいてステージに立ってっていう活動をやらせてもらってきたんですけれども、まあ、コロナでそれが一旦全くできなくなってしまって、うん、でそこからは、スマホで見せる動画クリエイターとしても活動させていただいているという形です。はい、ありがとうございます。大岡さんはですね、 TikTok のフォロワーが68万人ね、そうなんです。聞いてくださいなんとフォロワーが若干減って67.9万人になりました。そうなんですかありますよね、はい、増減がね、増減がね。そして YouTube の、ね、登録者数も、ね、26万っていうことで。そうですね、それぐらい。本当に素晴らしいクリエイターさんでして、はい、で、ね、我々はですね、まあ、TikTok のクリエイターの交流会みたいなのがあって、まあ、そこでね知り合ってね、今ショート動画でも一度、うん、コラボさせていただいてね。そうです ね、結構ショート動画クリエイター界隈結構村が狭いというか、うん、知り合いの知り合いはみんなその友達じゃないけど、めっちゃそう、めっちゃそうそうなんですよ。これがすごいいいところだなと思ってて、全然ジャンルが違うじゃないですか。なんですけれども、同じ媒体で活動してるっていうところで、こう仲良くさせていただけるっていうのが、うん、いやそうなんですよ。ありがたい限りで、本日もご出演ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。それでは、早速最初の授業に行きたいと思います。最初の授業は、小学校の思い出振り返ろうのコーナー。イエーイ。ありがとうございます。ということでですね、まあね、私がね、一応小学校の元小学校教師ということで、うん、まあ、小学校の思い出などをね、まあ、振り返っていきたいなと思ってるんですけど、うん、いや、大岡さん、小学校時代ってどういう、まあ、お子さんだったというか、どういう感じだったんですか？うん、そうですね、まあ、今でこそその、うん、人前にステージに立ったりだとか、ね、うん、そういう活動してるんですけれども、はい、もう今で言う、今の言葉で言うバリバリの陰キャでもうずっとゲームしかしないみたいな感じでしたよ。そうなんですか？パズルゲームのぷよぷよってわかります？ああ、わかります、わかります、うん、揃えるやつ、色あれ の全国大会に出てたりして。それはそれですごくないですか？まあ、なんででしょうね、その、まあ、多分その当時から何かこうハマったことは、うん、そういうちょっと大会に出たりだとか、そういうステージに行くみたいなのあったんですけれども、はいはいはい、人前に出るみたいなのは別に全然好きなタイプではなかったですね。そうなんだ。その当時というか、まあ、今も、はい、治ってはいないんですけれども、うん、結構アトピーがひどかったりとか、そういうのも要因の一つだったかなって思います。あ、はい、そうなんですね。本当にひどすぎて、小学校4年生の時だったかな、うん、もうすごい長期入院で、もう学校に大半行けないみたいな。入院？そうですね。その小学校だからないんですけど、これが例えば高校とか大学だったらもう留年してるぐらい、その学校に行けてないみたいな。そうだったんですか。パフォーマーさんってすごいね、みんなの前に出る仕事だから、なんか昔からそういうなんか活発でとか前に出るのが好きでみたいな、そういうタイプなのかなと思ったんですけど、もう真逆オブ真逆っていう感じですね。多分見てくださってる視聴者の方も、この僕のにじみ出る陰キャのオーラを感じ取ってくださってると思います。そんなあります？いや、なんか多分
じゃあコメント欄で書いていただきます。ぜひぜひお願いします。オーラを察知したかどうか、はい、あればね、ぜひコメントください、お願いします。はい、ということで、はい、次のコーナーに行かせてもらいたいと思います。はい、次のコーナーはお仕事紹介のコーナー、イエーイ。いろいろね、あの大岡さんの、パフォーマーやクリエイターとしてのお仕事について深掘っていきたいなと思っております。はい、お願いします。早速質問をしていきたいと思うんですけれども、はい、まずその、今のパフォーマーとしてのお仕事を始められたきっかけって何だったんですか？そうですね、まあ、あの小学校中学校と、まあ、本当になんかゲームずっとやってるみたいな感じだったんですけれども、はい、そのゲームの中で自分の技術が上がっていくとかそういうのが好きだったんですよ、ね。はい、でその当時僕 の, その小 中, 学中学生かなの時に流行ってたのが、はい、そのハイパーヨーヨーって言って、まあ、今令和の最近その復活したりとかしてるんですけども、こういうやつですね。まあ、これがその当時めちゃくちゃ流行ったりとかしてて、でその自分の手の中でこうやって技術が、はい、あの身についていくっていう感覚が自分にとってはすごい斬新で、そのゲームの中じゃなくってここでそのなんか技がどんどん新しく増えていくみたいな、その感覚がすごく面白いなっていうのがあって、だからこう一番最初はその人前で何かをやって楽しませるっていう感覚じゃなくって、あくまで自分が、あ、技ができた、楽しいみたいな、あのそういう感覚でやってたっていう感じだったんですよね。で最初これから入って、で、あの一般的な、まあ、お手玉の延長じゃないですけど、こういうやつ、こういうのを中学2、3年生ぐらいの時にちょっとやって、まあ、でもこれはまだ人前に見せるっていう段階ではなくて、ああちょっと、あ、誤解できたみたいな感じだったんですけれども、中学3年生の時の給食の時間で、あのみかんが出て、でなんかクラスのちょっとジャイアン的なちょっとうざキャラじゃないですけど、まあ、そういう感じのクラスメートが、はい、なんかさ、お前 さ, なんかさ、なんかこういうのできるんでしょ、やってみてよみたいな感じで、そのなんか集めてきたみかんを3つ渡してきたわけですよ。で自分は全然なんかそういうの人に見せるとかやってなかったし、やるつもりもなかったんですけれども、そのまあもういざ渡されてしまってるんで、まあ、しょうがないと思って、まあまあ やるしかないと、こういうのやりますみたいな、やらせていただきますみたいな感じで、まあ、この今やってるこの一番基礎の技、はいはいはい、これカスケードっていう技なんですけど、あ、まあ、これを、まあ、いやいやというかもうね、もう 手,、まあまあ、手にも3つ渡されちゃってるんで、もう言われるがままに、はい、まあ、やったら、はい、その自分がこれまで人生で受けたことのないような、うん、わーっていう歓声がクラスに響いて、はい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 、でそれが結構自分の一番最初の原体験というか、はい、きっかけのきっかけみたいな、こんな人が歓声上げたりとかするんだ、その記憶がすごい強いです。今でも覚えてるんですけど、まず最初これをやって、はい、おーっていう感じになって、で、まあ、もう一個だけなんか応用技みたいなのができて、はい、あのこんなに歓声が上がるんだったらちょっと一個だけここから技をもうやってみようみたいな感じでやったのがこれだったんですね。うわー、何これ意味が分かんない。1個と2個みたいなこういう技があるんですけど、すごい、はい、でさらに大きな歓声がこうクラス中に響いて、はい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 、それが一番最初の人に見せるっていう結果的に体験でしたね。そうなんだ。でそこから結構その大会に出たりだとか、あとはその地元の全然すごい小さいそのちょっとした公民館の何かとかでちょっとやらせていただく機会とかいただいたりとかして、まあ、ありがたいことに高校2年生の時には日本大会で2位になったんですけれども、うわーすごい。で結構それぐらいからあのいろんなところで、うん、あのパフォーマンスをさせていただくようになって、で、まあ、多少 の, あの報酬というかいただきながらやらせていただいたりとかして、うん、っていう学生生活を送ってました。まあ、本当ね、自分の中でやってきたものからその、ね、あるジャイアンの一言によって、はい、斉藤くんが、あ、斉藤くん見えますか斉藤くんいやすごいですね。でも何がきっかけでか分かんないですね、本当に。うん、そ
そのまま大学行って、はい、大学2年生の時かな、その時に、まあ、ジャパンナショナルディアブロコンテストっていう、まあ、一応日本大会で優勝して、で3年生の時から、はい、劇団四季の夢から覚めた夢っていうミュージカルのロビーパフォーマー役で出演させて、はい、いただいて。マジですか？ロビーパフォーマーっていう役は開場してから開演までの時間があるじゃないですか。あ、はい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 、そこに、そのステージに上がる前のお客さんがこう座るまでの動線の中で、はい、もう開演はまだしてないんですけど、その段階からもうその夢のような非日常の世界に誘う役みたいな感じで、夢の世界の住人みたいな衣装とメイクをして、まあ、技とかやりながらお客さんを客席の方に導いたりとかするっていう、はい、すごいですね、うん、そんな劇団四季さんでお仕事されてたのって。いやー、ありがたいことに。すげー、素晴らしすぎるわ。素の感想になってる。いや、私本当にミュージカルが好きで、私もその大学生の時に、まあ、アラジンだったりとか、まあ、オペラ座の怪人とか、まあ、いろいろね、まあ、見させてもらってて、いやもうね、なんていうんですか、演劇界の花形じゃないですか。劇団四季って言えばみんなが、あのミュージカルのねってね、きっと分かると思うし、うん、その中でお仕事されてたって、まあ、もちろんね、あの日本でもそうですし、世界でもね、ご活躍されてるの本当にすごいんですけど、いやーマジで。それか、何、大学生の、あ、そうですね、まだ大学卒業する前、前に、ね、はい、普通のあれですか、そういうなんかパフォーマンス学科みたいなとこじゃなくて。いやいや、もうあの別に普通の、うん、あの私立大学。ああ、はい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 、まあ通いつつみたいな。そうですね、東洋大学に通って。ああ、はい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 、はい、じゃあ、まあ勉学にも励みつつ、まあそういうパフォーマーとしても活動、勉学は励んで ないつつ普通の大学はギア行きつつやってたっていう感じですね。ということで、ね、いろいろねお話を伺ったりね、実演もね交えながらね、もうすでにパフォーマンス見せていただいたんですけども実際にじゃあ本当にじゃあステージで、まあ、どういうこうパフォーマンスをされてるみたいな。そうですね、もともとはこういう よくあるやつをやったりとかしたんですけれども、すごいショッキングな出来事が一回あって、はい、まあ、ショーをやっていれば、大学卒業してすぐぐらいの時に、はい、それじゃあ続いては3つのボールを使ったジャグリングの演目を今からお届けしたいと思いますみたいな、まあ、その MC トークみたいなのをちょっとした時に、はい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 、その段階で、もう前の方の席に見てた女性のお客様が、うん、ああそういうやつかって言って席をもうそのまま離れちゃったみたいなことがあって、僕はその時はすごくショックだったんですけれども、はい、こう予測がつく範疇のものみたいな、うん、結構それが自分の原体験としてあって、それで、はい、まあ、今どういうパフォーマンスをメインのパッケージでやってるかというと、はい、図形や光を使って CG のような模様を作り出すという何のこっちゃという、まあ、感じなんですけれども、僕が触ると何か起こります。よかったらこっちから見てください。 3,2,1。 うわ、うわ、ちょっとね、画面通して不思議に見えてるかどうかわかんないんですけども、まあ、今はこういう図形を操って視覚効果を作り出すというちょっと変わったショーをやらせていただいております。うわー、なれる方がなんか本当生きてるみたいですよね。ありがとうございます。結構ね、まあ、実際に音楽に合わせてステージでやるときはそれをテーマにして、無機物に命を与えるっていうテーマで。うわー、すごい、ありがとうございます。見たことないです。それこそ、まあ、お手玉とかヨーヨーみたいなのは、まあ、遊びの延長でね、まあ、私もできないですけどね、やってみたりとかってあるんですけど、こういうパフォーマンスって本当に見たことないというか、他にやってる方とかもあんまり分かんない、まあ、珍しいジャンルがあるんですよね。いやー、すごいな、本当に。しかもね、道具持ってきて生で見させていただいてありがとうございます。次はですね、まあ、この、まあ、お仕事の、まあ、やりがいだったりとか、あとは大変なところとか、あれはちょっと教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、いろんなやっぱり職業ってあるかと思うんですけれども、はい、まあ、その中で一番ダイレクトに、うん、そのなんかありがとうっていう気持ち、言葉だとか、そのなんか
感想だとか、はいはいはい、一番ダイレクトに多分いただける仕事なんじゃないかなというふうに思っていて、なるほど、そこが一番こういいところというかやりがいにも直結してますし、かなと思います。あ、確かにその場でね、拍手喝采とか、ね、逆にしょぼかったらそうならないんで、一番ダイレクトに反映されるかなっていう感じですね。確かに、逆に、まあ、大変なことというか、まあちょっとぶっちゃけこれちょっと大変だなみたいな、あれはでも正直大変なことそんなにはなくって、はい、その一般的には練習が大変とかあると思うんですけど、基本的にはまあ練習楽しいんで、自分がその単にやってて楽しいと思えるものがお仕事になったっていうところなので、そのいやもう正直その何も持ってないよりも道具を持って触って操ったりいじったりとかしてる方が気持ちが落ち着くまである。でも本当に、まあ、いわゆる趣味がそのままお仕事に直結してるみたいな。そうですね、まあ、多分ですけどプロのピアニストの人がピアノの演奏するのも、うんまあ、あのもちろん厳しい練習とかもあると思うんですけど、はい、基本的にはやってて楽しいことだと思うんですよね、ご本人にとっては。それが仕事にできたっていうのはすごく自分の人生の中で良かったことだなっていうふうには思います。うわーすごいですね。一個だけ思い出しました。あ、はい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 、コロナです。おお、そうですよね、コロナ。あの自分がかつてショーをやってた場所、はい、まあもちろんいろんな場所でショーをやらせていただいてきたんですけれども、はい、の一つに、はい、あの一番最初に日本でコロナのクラスターが起こってしまった、はい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 、豪華客船ダイヤモンドプリンセス号のステージでショーしてたんですね。え、あのてかあれですね、横浜でしたよね。そう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 、おー、多分私もそう、横浜でなんかその時は、うわなんか横浜に来たよ。あれ職場なんで、元職場なんで。でパフォーマンスされてたんですか。はい。この15階にですね、はい、1500人ぐらい入る劇場がございまして、はい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 、そこでショーをやらせて、はい、やばっ、たんですけれども、いやだから大変なことになってしまったなと思う。その時には、はい、まあ、あのパフォーマーというかエンターテイナーはすごいいろんな人がこう入ったり出たりとかいろいろするんですよ。で、あの事件が起こった時に僕がいたかっていうといなかったんですけれども、でも僕の仲間とか仲良かったスタッフの皆さんとかがそのあの中で、まあ、閉じ込められてしまって、船以外でも、うん、どんなステージでもどんなイベントでも、はい、もうそもそもその外に出ること自体が悪みたいな風潮だったんですよね、その当時っていうのが。本当に大変だったから。それが一番、まあ、絶望というか、うわ、こんなことになってしまったっていう、まあ、でそこから、うん、あのじゃあもうここにベットするしかないって思って、うん、ショート動画っていう。なるほどね、SNS でね。そうです、ね、まあ、そこでだから自分の活躍の場を、まあ、そういう生のパフォーマンスの舞台からは、まあ、動画の世界で皆さんに発信するみたいな感じで。そうですね、はい。でなんとか、まあ、このコロナの4年ぐらいの間は、はい、まあ、一応動画クリエイターとして生計を立てさせていただいて、はい、素晴らしい、まあ、これだけのねフォロワー数と、実績があれば本当に自分が一番好きなものを仕事にできて、それがコロナでできなくなって、うん、次に自分が2番目に好きなものをまたお仕事にできたっていうのはすごく良かったのかなっていうふうには、いや動画も好きなんで。あ、はい、そうなんですね。ショーが一番好きで2番目に動画が好きなんで、はい、うわー、じゃあ本当にねそれの両方と、そしてそれを兼ね備えたお仕事をね今されてるってことで。そうですね、次あの次また別に好きなものをね、うん、仕事にできたら無敵の人になる。そうですね、3つ揃ってね。そうだから次は、ね、はい、あのぷよぷよのプロゲーマーになるしかないと思います。うわー、確かにそうですね、もう子供の頃好きだったものを全部網羅して。そういう、いやーすごーい、楽しみですね。あ、今後の目標だったりとか、まあ、見てくださってるね視聴者の方にメッセージなどあればお願いします。先日あのすごく大きな国際舞台公演の、主催者やってたんですけど、そういう大きなお仕事が終わって、本当にじゃあ次の目標をどうしていこうかなっていう目標を見つけるのが目標みたいな、今そういう段階かなっていう感じがしています。で見てる方へのメッセージ。あ、はい、ぜひお願いします。そうですね、まあ、好きなことを仕事にするっていう人生を僕は選択したんですけれども、そういう人生でもそしてそうでない人生でもなんだかんだ仕事って結構大きな要素だと思うので、まあ、それがこう楽しくできたりあのしたら結構いい人生と言っても過言じゃないのかなと思うので、あの皆さんが少しでもまあそういう風になればいいのかなと思っております。はい、素敵なメッセージもありがとうございます、はい。
本日のゲストはパフォーマー、そして動画クリエイターの大岡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大岡さんの SNS の情報ですね、まあこの動画 の、 概要欄に載せてありますので、ぜひぜひご覧いただければと思います。それでは最後挨拶をして終わりたいと思います。気をつけ。これで8時間目の授業を終わります。終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかったです。やった。